梅の花の植栽がおもてなししてくれるこの空間、椅子にはこのように博多織もあしらわれていて福岡らしさが詰まっています。実はここ福岡国際線ターミナルビルのコンコース増築されたエリアになります。延伸された距離240メートルほどです。明日から使える福岡空港国際線ターミナルビルの新しいコンコース、延伸された場所はここ国際線の北側エリアです。新たに6基のボーディングブリッジも新設、ほとんどの搭乗口でバスの移動がなくなりそのまま乗り込めます。さらに九州の食材を使ったダイニングバーなどもオープン。売りは熊本の豚を使ったバラチラシ弁当に博多あまおうのサワーです。外国から来た人にとっては帰る直前まで九州の食を堪能できますんで、最後の思い出作りにはいい時間いい場所になるでしょうね。なぜ今福岡空港は国際線ターミナルビルを増築しているのでしょうか。2025年3月には国が進めております増設滑走路、こちらの供用開始が目の前に迫っています。福岡空港では施設拡充、機能向上、そしてお客様の快適性を向上させることが大切だということで、今回供用開始を迎えるということになります。福岡空港には現在国際線が23路線飛んでいて、先月の旅客数はコロナ前をやや上回りました。2048年度には今の3倍となる67路線を目指します。今後は免税店を現在の4倍に増やすなど、再来年の3月に全面リニューアルが完了する予定です。